はとり線香の煙が、ダイレクトにムコさんの頭に降り注いでいる。こうやって見てると、ムコさんの耳の中に帰っていくみたいに見える。耳は小さめ、耳たぶがくるりと内側に曲がっている。細い目といつも困ったような眉毛、鼻はスーッと通っていて、上唇は薄い。 今から小さな階段を2段降りたところが台所。広くて日が差すから私は大好き。水道をひねるとものすごく冷たい水がジャージャー出てくるところも好き。私は冷蔵庫の中から2本目のビールを取り出す。ぬこさんはもう3本目だ。何かおつまみはないかしらと見渡して、 キムチとクリームチーズをとる。冷蔵庫の横のカゴの中には、今朝取れた野菜が入ってるから、それも使おう。形の悪いおナスを取り出して、網で焼くことにする。虫の鳴く声が聞こえる。ギーギーギー。シュン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 。リリリリリリリ。 虫の種類は詳しくないからわからないけど、真ん中のやつが好きだ。シュン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 。夜間のお湯が沸いたような音。ささやかで暖かい音だ。さあ、コーヒーを入れよう。そんな風に思う。でも、私の片手にはビール。お茄子はすぐにぐにゃりと形を変えていく。 鰹節をたっぷりかけて、お醤油と一緒にいただく。クリームチーズは皿に乗せて、その横にたくさんのキムチ。もうすぐこの虫の声は、カエルの大合唱に変わるだろう。今に戻ると、むこさんはさっき渡した三本目のビールをもう飲み干していた。相変わらず、テレビを熱心に見ている。 ラストミステリー不思議発見草野仁が笑ってるこの人はものすごく喧嘩が強いんだってムコさんが言ってたミステリーハンターの女の人がショパンみたいな格好をして庭園を話しながら歩いている器用だな頭も良さそうだし可愛いいムコさん んこの人、いくつやろういくつやろうまた、オウム返しだ。ムコさんが女の人を熱心に見ているときはもっとつまらない。黒柳哲子のパーフェクトがかかった問題。ムコさんは正解する気でいるのだ。ムコさん。ん私はいくつでしょうか いくつでしょうかパッチんあっちあんああえあ、ー、なんかクイズ出した。ああやめてくれ焦るち。ちょっともう一回もう一回なああなあなんああえ何答ええ東京ドーム25個分ですええ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 え ああ、なんかわからん。気になるやんけ。なんやねん。というわけで、ムコさんのひとしくん人形は没収。ムコさんは、バンドウエイジよろしく、それを取り返そうとする。この必死さから見て、多分スーパーひとしくんだ。